皆さんおはようございます。斉良平です。今日が4月の9日火曜日ですね。はい、昨日から新学期始まった方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。新しいね、職場の変化もあったりしますけども、そんな感じで今日はね、昨日かテレビで見てたら、やっぱね、テレビ番組もそれに合わせて、もう僕がもう小学生の時から流れてる歌がありますね。皆さんも聞いたことがあると思いますけどね。ドキドキの1年生、ムキムキの43。はい、ということで今日は、やまないため、この新学期とかね、新しい環境に身を置いていく中で、皆さんがね、運をしっかりと上昇して上げていけるように、その上で心や体がやまないようにってことのアドバイスをやっていく中で、まあ今まではいくつか朝起きて窓開けをする、その上で運動するね、もちみ先生来てくれましたね。その上で今日はですね、やっぱりこれだなって思うのは、いろんな方たちが私の今の運はどうでしょうかっていうことを聞きに来られる方たくさんいます。はい、聞きに来られる方たくさんいらっしゃるんですけども、あとは他にもメンタル的なものもそうですし、肉体的なものにもこの辺が疲れが出てきて、その上でだんだん、弱ってくるタイミングっていうのは、もう目で見てわかる場所っていうのは何かって言ったらね、私たちが住んでる家の中の状態です。はい、つまりこれが、何かというと断捨離ですね。家の中の整理整頓、私の今の運の状態を知りたいっていう人たちに対して僕がよく言ってることは、今のあなたの部屋の状態はどうですかって聞き、ね、その上で見た時に、いやちょっと綺麗じゃないと思います、うん、その状態が今のあなたの運の状態ですよってことをする言うんですけども、分かりやすいところで言うと、恋愛運、これ恋愛運だけじゃないんですよ。何にしても金運だろうと仕事運だろうと、どんな運でも流れが入ってきます。それを人だと考えた時に、それはお客さん、家に入ってくるお客さん、福の神様ですね。この人たちが今家の中に入ってきてどんな印象を持つかっていうのを考えてみたらいいですよっていうので、僕は分かりやすく恋愛でよく言う、恋愛運今どうでしょうかって時に、今の部屋の状態が今のあなたの恋愛運ですよって話をした時に、えって言った時に、今この部屋にね、あなたの恋人ができたとして、その家の中に恋人の方呼ぶことができますかって言ったら、いや無理ですって言ったら、そうなんです、なる前からなってます。はい、綺麗にした後から流れが良くなってきて、恋人、いい人と出会ったり、ね、運が上がったり、お金が入ってきたりってことがあるので、まずは家の中を綺麗にしてください。家の中にある余計なものを捨ててくれるだけで、いい流れは必ず入ってくるようになってます。なので、まあ、断捨離って言って、これはもう桜庭先生のね、もう、桜庭先生の完全なもう18番、もうこれ最高のアドバイスを桜庭先生いっぱい知ってますけども、まあ、僕なりのアドバイスで言っていくと、皆さんの持ってる本命星っていうものがあります。はい、本命星っていうのは、一泊水星から九紫火星まで9つの星が存在しています。まあ過去にも何度かご紹介しましたけども、まあ全般的に散らかってるっていうのもありますし、部分部分で散らかってるっていうのもあったりするんですけども、基本的に家の中が散らかり始めると人って病むんですね。で、そこから、まあ、ごちゃごちゃっとなってる場所から、まあマイナスの気が出てくるってよく言われてます。そのマイナスのエネルギーってもの自体が自分にかかってくると、結局部屋の中をきれいにしようっていう意識がもう出てこなくなってくる、もういいやってなっちゃってくるっていうのもそうです。で、まあおそらく今新入社員の人たちとかも、一人暮らしをスタートされた学生さんたちとかもそうなんですけども、最初はやっぱりきれいなんです。でもこれがもう見る見るうちに、1ヶ月もしないうちに、うわなんかめっちゃ散らかってきたなってなってくると、どっから手つけたらいいんだろうってなるんですね。ここでどこから手をつけるとだんだん良くなってくるかっていう、これ人それぞれ実はあるんです。ポイントが、家の北西なのか北東なのか真ん中なのか東なのかっていう、この場所には私たちの本命星っていう星自体がどっかにあるんです。その場所をまず最初にきれいにする、これが私の持ってるエネルギーとつながってるものなので、この場所だけをまずきれいにすることによってだん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 きれいになっていく。何度も言いますけども、一気にやろうと思ってうまくいく人もいるけども、まずここだけから入っていこうと思った上で、部分部分でこの一箇所ずつをきれいにしていこうってやっていくと、それが全般的にきれいにすることもできますよって言っていく中で、本命星っていうのは方角が決まってます。例えば僕は地獄土星っていう星を持ってるので、地獄土星の人っていうのは南西の方角にをまずきれいにしなさいっていう、南西の方角をきれいにしてくれると、そこからだん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 いい流れが出てきて、その上で全般的にきれいにすることもできるし、いい流れを作ることもできるっていうことなんですが、今日はそれをちょっとボードにまとめてきました。こんな感じです。はい、わかりますかね。一泊水星の人ね、一泊水星の人は北です。北からですね。まあ北と言ったら多分皆さんも水場が多い人いっぱいいらっしゃるんじゃないですかね。まずはこの場所からっていうのを考えてもいいですし、まあこの北がね乱れると健康運も乱れ始めます。その上で
北東、ここ八白土星の人の本命星がある場所です。北東ですね。これはもう全ての運のエネルギーが湧き出てくる場所なので、この部分が汚れ始めると全般的にね、あの運勢も停滞するし、家の中、心も体もあの疲れてきてます。はい、疲れてきたりするしやすくなるので、ここエネルギーが湧き出る場所ですね。その上で東ですね。これ三匹木星の人です。東、まあ玄関の人もいるかも、一軒だったら玄関の人もいるかもしれないしって、まあ一人暮らしのと 1K とかだったら分かんないけども、この東ってあのね、出会いの運勢を持ってます。これ出会いね、あとは運勢がギューって上昇していくっていう、あの最初の流れのエネルギーが入っている場所なので、この場所。その上で東南って言ったら四緑木星の人ですね。東南、この出会いをまた発展させるっていう意味合いもありますし、恋愛とかもそうですね。この東南の場所、このと四緑木星の人がつながってますよってことですよ。その上で南っていうと九紫火星の人ですね。これは美を象徴する方角です。もう南の方角が散らかるとって、家の中で南ってなかなかないかもしれませんけども、あの散らかるって、まあ、あるっちゃあるか。南の、例えば意外に見落としなのはガラス、例えばリビングがあるとか、南向き物件だったらそこに窓ガラスがあったりとかすると、窓ガラスが汚れてるとか、あのベランダが汚れてたりすると、これもパッとしません。なのでこれをまずきれいにしていこうっていう。その上で南西ですね。この南西、時刻土星、これさっき言った僕のこの場所ですね。南西っていうのは実はその家のお母さんを意味します。お母さんを意味する方角でもあったりするので、全般的にご家庭がある方でお母さんをやってるね、あのお母さん、母親、この立ち位置にある女性の皆さんは、この本命星がたとえ一泊水星だろうと四緑木星であろうと、この場所をきれいにするとお母さん元気になります。ここね、この南西の方角をきれいにしてくれると元気になりますよ。なのでこの時刻土星の人もそうですよ。時刻土星の人は南西から、その上で西っていうのは七赤金星の人があの存在する本命星がある場所ですね。まあ西っていうとやっぱりお金の流れを作り出す場所だったりしますけども、まあこの場所をきれいにすると七赤金星の人は元気になりますよ。その上で北西、これ六白金星の人ですね。北西、六白金星の人、まあお金持ちの人たちとかで見てくると、北西にねご主人のエリアが、エリアというかあの書斎であったりとか、プライベートなルームがあったりするとかっていうのを、あの書斎もそうですね、あったりするんですけども、この北西っていうのは実はこの家の中のお父さんね、ご主人を意味する場所なので、もちろん先ほど言ったみたいに、だとえご主人が一泊水星だろうと四緑木星だろうと九紫火星であろうとも、父親である以上、ご主人である以上、北西の場所をきれいにすることでも元気になったりします。そして六泊金星の人はなおさらそうですね。これが自分の本命星とつながっている方角なので、その上で最後に中央、家の中央ですね、真ん中が散らかるっていうことをなかなかないんじゃないかなとは思うんですけども、もうこの場所をきれいにすることで元気になっていく人が五黄土星の人たちですね。なのでここからまずは自分の本命星をチェックです。自分の本命星をチェックした上で、あ、そっかって、私の本命星、つまり私の体とつながってるエネルギーがつながってる場所がこの家、たとえ一人暮らしであろうと、一軒家であろうと、アパートマンションであろうとも、私とつながってる場所がある。それが僕の場合だと時刻同性なので、あ、なるほど、南西からきれいにするとちょっとやる気が出てくる。その上でよし、やってみようって思ってきて、だん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 広がることができる。まあいきなり一気に全部やろうっていうことも、恐ろしいのはね、じわ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 散らかり始めてて、ゆっくりゆっくり衰退していくので、心が病んだ時にハッと気づいた時には、あのもうその時にやる気がなかなか出なくてっていう風になることが多いんですね。なのでまずはポイントとしては、この場所、私の本命星とつながってる方角があります。ここが私のエネルギーが出てくる源となっている場所なので、まずはこの場所を汚さないようにしよう。そして汚れてるんだったら、まずはこの場所からきれいにして、他の場所を見ていきながら少しずつきれいにしていこうということ、ね、私の本命性と方角がつながっていることが一つと、そして家の中のご主人とか、その上で、奥様、ね、奥様、お母さん方は南西とすごくつながりが深いです。そしてご主人は北西とつながりが深い。他でも見ていこうと思ったらまだいっぱいあるんですよね。あの起きた出来事によっても、この場所を記念すると良くなるよとか、私の干支によってもねちょっと違かったりしますけども、こっちの方が一番分かりやすくて、あの細々しなくて、あの分かりやすいなと思ったので、本命性と方角のつながり、この場所をまずは綺麗にしていくこと、その上で家の中が病むことによって、運が、あの家の中が散らかることによって、心や体も病みやすくなりますし、その上で運も停滞しやすくなります。なのでだからといっていきなりいっぱい全部できるかっていったらなかなか難しいと思うので、そうであるならばもう一気にやるっていう人は一気にやった方がいいと思いますけども、一気にやるっていうことはそこまで散らかってたって、もう散らかって散らかって溜め込むってことなので、なるべくならば散らからないように定期的に
ピンポイントでちょっとずつやっておくと、もうやる気を全部そがれるってことはなくなるので、自分の本命線とつながってる方角っていうのをちょっとだけ意識してみると、断捨離、よし、機材やるぞっていうふうにやりやすくなりますので、ぜひとも覚えておいてください。私の運の状態は、家、部屋の状態にそのままつながってますよっていうことを、ぜひとも覚えておいてくださいねっていうことです。はい、そんな感じで、今日も元気よく皆さんをスポーツでやっていこうと思います。はい、それでは今日も元気よくいきますよ。いきます。せーの。よっしゃー！ということで今日も元気よく、よっしゃー！